GM チャンネル。スタッフ、ゲームマーケットをお送りする GM チャンネル、スタッフ動画です。今回担当するのはケンタロウとおいちゃんと大山でございます。はい。で、今回やるのは白猫プロジェクトの、ガチャをやりたいと思います。はい。で、このチャグマ学園でいいのかな。そうですね、チャグマ学園、はい、新キャラが出たっていうことなので、個人的には、本当個人的にはこのエシリアっていう子が、僕は、あ、はい、これは僕の3番目に欲しい子ですね、うん、僕はまあ CV の関係で一番欲しいなっていう感じなんですけどね、はい、でね、白猫は僕たちが最近始めて、前回の白猫の収録した2日前ぐらい自分たち始めたのかな。でそれからちょくちょく、まあ、ほぼこの3人でやってですね、はい、今ランクは自分は今31ですね。あ、ちょっとランクの話は私やめていただいて、はい、はい、で今ジュエルが510個あるので、はい、せっかくなので僕はもう22連か、はい、これはですね、ケンタロウさんと私とおいちゃんで、そうです、3人で やります。これはどのような回数回すことにしますか。僕はとりあえず22連いきたいので、はい、22連。おいちゃんどうします。僕はですね、武器を引きたいなと、武器ガチャ、はいはいはい、じゃあ、まあ、おいちゃんは33連やった後の武器で、うん、はい、おやさんも22連ぐらいでいいんじゃない。私もじゃあキャラの22連、うん、でいきます。じゃあですね、まあまあ誰が一番星の数の多いキャラだか武器だかを引けるか。まあそうだね、まあ、まあ武器はおいちゃんだけだけどね、そうですね、え、うん、っていうところで見ていきましょう。そうだ、じゃあ早速11連、はい、お願いします。いきたいと思います。数の小組もうね、ケンタロウさんと大家さんでね、全部キャラ保管してくれればもう、そうですね、僕は武器でいいんですよ。キャラいっぱいいますからね、今回3、うん、ほら、しょぼい、おや、おー、4、おや、はい、4ですな、4ですな、可能性絶望的、これは全部猫ですよ。あー、猫来た。あー、鎧も来たね。あー、エルフ。あ、猫、おや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 、あああああああ、猫、猫と鎧だらけです。あ、猫。ああ、3です。3か、この3だったね。ということはもうあれ出たね、金、俺ですね。終了終了と、猫祭り、猫祭り。じゃあもうこの際だから、うん、ちゃっちゃっといきますよ、はい、おい、猫好きでしょ。今のところ4猫ですよ。4猫。さあどうですか。1 2 3、おやおやおや、4 5 6 7 7かな、8。あ、先の倍だね。結構いいですよ。さあ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 、これ出ますか。何猫だ。あ、ん、はっ、うわうそ。やったマジ出ますよ、なんか。おぉ、もう一人、王が、王が、これはもう嫉妬の嵐ですよ。誰だ、鎧だね。あ、魔法使いもあったんだ。え、それぞれ性格が違うんですよ。あ、3ですね。これは3だね、見たことあるね。ああ、早いですね、早い登場で。ああ、ニャンニャンですね、子猫、いいでしょ。あれ、おー、どういうことこれ。あら、おー、いいんじゃないですかね。やりましたな、これ以上の内定でした。これトップになったこうですね、瀬戸会長、瀬戸会長様ですよ。やったよ。え、で、大川さん、喧嘩上等、いつでも来い。いやー、これ安本さんですね。おー、いやいや、まあさね、1回目がちょっと散々だったんでね、取り戻しましたな、ね、一気に。いや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 、いいんじゃないですかね。すごいですぞ、出やすいんですかね、このガチャ。いや、どうだろう、それはどうでしょうね。いいでしょうね。まあまあ、次はまあ小山がやるっていうことなので、はい、画面の方を切り替えたいと思います。はい、ということで、はい、いきますよ、はい、私も健太郎さんに続いて、はい、22連のガチャを回していきますよ、はい、では、動画の結果を超えます。
ちなみに大家さんは何狙いで？私はもう可愛い子なら。あ、なるほどですね。職業とかじゃないですね。あ、おやおや、猫だらけ。お、猫だらけかな。な、猫祭りですな。あ、4ですな。私と一緒ですな、1回目の。まあ、1回目がダメでも、でも2回目がね、いいから、きっと。お、おじいちゃんですね。おじいちゃん。私持ってますね。すいませんが、私は求めていません。なんでですね、なんで今一瞬ロードが入ったんだろうね。もしかして、持って、ね、いいキャラが、はい、これ3ですね。3ですね。私持ってますね。はいはいはい。でピックアップの方頼みます？2ですね。はいはいはい。どんどん。おお、おお、来た。ケンタロック同じ。いやー、来ましたなー。おー、あれマジ？これ何ですか？すごい結果になりましたぞ。2ですな。確率的にはお料理いいってことだよね。そうですね。そうね。梅かな。マジでもう俺と一緒じゃん。あらー。じゃあ大家さん、これちょっと俺を超えたらいいんじゃない？そうね。うん。いきますよ、じゃあ。うん、もう一回目。どうぞどうぞどうぞ。これでね、また別の2体とか出してくれたら。もうすごいです。そうだよね。もうそれこそ僕武器型だけでいいんじゃないですか。確かに、もうコンプリートし、あれ1、2、後半、後半、3、後半、あれ4、4ですな。4ですな。4回、また4ですな。どういうこっちゃい。ただ、内容は、そう、ただ内容はね、質より量、あ、じゃあ量より質。2が3、まあ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 、4しかないですからね。3、はい、はい、3、3ですね。さっき出ましたね。残り2ですね、金は。2ですか。あ、2ですね、これは。猫ですね。猫は大丈夫。猫カフェできそうですね。とりあえず、はい、はい、一緒。じゃあ残り2台。あ、あ、出ちゃった。出ちゃった。僕は、俺が欲しいやつじゃん。ウッチーじゃん、ウッチー、やった。あらあらあら、すごい結果になりましたよ。エシリア出ましたね。どこですか。右下ですね。エシリアと一緒に学校行こう。マジか。 HP も攻撃力も高いもの。いいな、やった。ウォリアーですな。ウォリアーですね。よし、いいな、ダブルウッチーじゃん。いいでしょう。さっきのシャルロットもマーヤさんだからね。ああ、そうね。うん、内田マーヤさんだからね。くっそー、よし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 、これはケンタロウさんの負けですな。じゃあこの後の、じゃあ俺の仇はおいちゃんが取ってくれると。そうでしょう。いうわけですが、まだ新キャラはね、はい、まだいますね。あとね、あと5人かな。そんな、1、2、3、4、全部で8人でしょ。5、あと5人ですな。あと5人いますよ。バカなこと言っちゃいけないよ。バカなこと言いません。じゃあおいちゃんの画面行きましょう。ゴー。はい、ということで、はい、はい、大山マンとケンタロウさんが、合計 3種類出したのかな。そうだね、種類的に言うと、はいはい、数的には、シャルロットが2体の、オーガが3体の、エシリアが1体ってことですな、はい、まあ、かなりの確率でいい感じに出てますね。そうだね、このトップの2人が俺たち今出てるから、うん、はいはい、おっちゃんにも出るんじゃないのかな。ね、かなりのピックアップされる、されるんですよ。そう、1100個でしょ。44ですよね。まあでも彼武器やりたいから、まあ、せめて33個にして、まあまあ、やらせてあげてもいいです。その後30個受け取りなさい。30個も受け取り、早く受け取りなさいよ。増やしなさいよ、それで腕増えた。うん、まあビビったるもんだけど。おい、ビビったるものって、はい、はい、じゃあ早速お願いします。はい、で、ダメなんですね。武器がちゃいちゃダメなんですね。まあまあ、最初はさ、みんなやったからさ。え、ね、このかすみちゃん当てたいって言ってたじゃないですか、うん、僕ね、このかすみちゃんっていう子よりね、うん、どちらかっていうとね、うん、なんだろう、こういうゲームだと可愛い系よりごつい系の方が好きです。じゃあ、大川さん手に入れないとダメなんじゃないか。出ますよ、大川さんだって。大川さんもう、あとバイク乗ってる人もいたじゃないの。ああいうイケメンはもうちょっと、もうなんかいいかなって思うんだよ、僕は。いいよ。じゃあ目細いキャラ、あ、いないわ。人の身体的なものをバカにしてくるものも。そんなこと言うと語弊あるでしょ。いつも押してんじゃないよ。1、2、3、2、3、4、5、おや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 、5、
6。あ、まあ我々より多いね。そう、1回目は、まあ、ちなみにあなた方よりガチャやってるから多分早いですよ。ああ、なるほど。ああ、そうか、かぶってるやつね。あれ出た、おっ、出た、出たよ、ミラちゃん出たよ。一人出ましたな。出ましたね、ミラちゃんですよ。知りませんか、これは。早速もう、おうちゃん1ポイント、1ポイントね、うん、出てないのはどこ。あ、おお、あ、かすみちゃん、かすみちゃん、データを交換しましょう。あの、2体出ました。すげえ。何、どういうこと。結構まんべんなくみんなに新キャラ出てるよね。どんな確率。あと3種類ですか、新キャラ、はい、ガレアと、ガレアと、あの、男の子、男の子、うん、誰だかな。ガレア、ガレア、ミレイユ、ヨシワですな、うん、ミレイユは弓でしたっけ。弓です、弓ですな。確かに弓は欲しいっちゃ欲しいっすな。そうでしょ、こいつなんて弓、あなたは昔から遠距離系好きだもんね、いろいろと。そうですね、弓地区好きですね、弓地区。はい、じゃあ行きましょうか。しょうがないっすな、はい、出るでしょ、ミレイユ。かすみちゃん可愛いな。でも次出る気がしないんだけどな。いやー、でも一応さ、これだけなの、他の星音も。あ、これ出ない、このガチャに関しては出ません。出ないんだ、はい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 、チャグマ学園の数の子組のキャラだけ。そう、じゃあ、まあせめて全種類出たらいいよね。もちろん、どんな確率ですか。あ、おっしゃった。自分でね、今何も言ってないからね、俺。3、4、お、お、え、0、お、え、お、どれ、お、え、ちょっと待って、1。初めて見た。はい、頑張れ。あ、かすみちゃん2人目、最強に近づいた。まあ確かにスキップするよね、うん、うん、スタールーンてか全部ルーンでもかすみちゃん2人目。これ人によっちゃ残酷だよ。でも俺の1回目の方が残酷だよね。まあね。まあでもある意味残酷だよ。金が1人ってちょっとかわいそうになってきたな。武器やるかい、武器やっていいかい。いいよ、もう。いいよ、さすがにいいかい。さすがにいいよ。本番前になんか4回ぐらい引かせてやろうぜって言ったけど、いいかい。さすがにね、もう武器ガチャ引きましょう、引きましょう。いいよいいよ、いいかい、2体出したから許してくれるかい。やりな、やりな、やりな、やりな。うん、強い武器出しな。何の武器が欲しいの、おいちゃん。僕ですね、ダブルセーバーが欲しいな。このダブルセーバー、クロスセーバーね。あ、クロスセーバー。あれ、これ数の子以外出るのかな。下は行ってみ、これに関しては多分出るのかな。出るのかな。まあ何に、あ、確か出ますな、うんうん、出ます出ます、確か出ます。まあじゃあ、じゃあ150個で10回だから、まあ、4回、4回できるな。まあ武器に関してはもういっぱい引いちゃってもね、オッケー、余った分はもう交換しちゃえばいいからね、オッケー、最終的には。オッケー、じゃあ、じゃあ行きましょう。行きますよ、はい、いいんですね、うん。あ、最初に我々の運使う。あ、スライドしときます。こんなこと、さあ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 、あれ、これ金になったらいいんだっけ。銀だな。2、あ、読んでたよ、セーバーの槍、槍ですな。ドラゴニックランス、これは欲しかったクロセーバーではないじゃないですし、これ多分今回の武器じゃないよね。ね、違うね、ちょっと中二感溢れる。あれ、でもこれよし、あの男の子の子のかな、わかんないな。まあ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 、ちょ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 、お、ケンタロウが、じゃ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 、ちょ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 、危ないよ危ないよ。そうだね、じゃあ大家さん教え、危ないよ。え、いや僕そんな、おいちゃんの端末僕そんな勝手に触れない。ああ、大家さんおっしゃったよ、僕の端末を奪ってね、お二人は。だからこれで金が出るから、金のお前金が出ないけど武器は出るから。2、武器は10個出ますか。3、4、4出たよ、出たよ、2、4出たよ、今、3、2、3、2、ほら、これ何、オーガのかな、ほら、オーガちゃんの、我々が欲しいやつですな。そうですな、多分オーガのですな。サオルマオニクス、あれ、オーガのじゃないかな、ちょっと戻ってみますか。見るの、多分これで見れますよ、これでしばらく待ってればね、次に出てくるんじゃないですか、オーガだったら。我々はグロリアスツインを手に入れないといけないね。そうですな、まあ、モチーフ武器がね、やっぱりそのキャラにはね強いと、まあね、補ってくれますから、うん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 、弱いところを補うのがモチーフ武器。あ、槍が出てきましたな、次かな。おいちゃんが
引いたのは全然違いますね。あ、違います、違いますな。オールデンフィストっていうのが大金なんですね。なるほどね、なるほどね、はい、僕の手元に戻していいかな、端末。うん、はい、うん、で、多分引かないと返してくんないでしょうね、あなた方。そう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 引きたいんでしょ、クロスエヴァの。まあまあ引きたいですよ。で、ケンタロウさんがね、僕に断りもなくね、今ね、端末を勝手に触って。うん、パワハラですよ。パワハラですよ、もう。お茶の方が先輩だろ。いやいや、関係ないですもん、ね、そういうのも。さあ、おー、これシルバーの、シルバーじゃないんですか。2、2、3、3、3、2、3、怖いそうになってきた。3、3。よし、おじゃあどう、もうあと2回やっていいよ。あと1回しかねえよ。あ、そうか、あと1回か。あと1回ですよ、これ。これでね、おっ、よかったじゃないですか。まあでも確定なわけじゃないけどね、あれで。クロスセイバーの武器は一つも出ずというところで。悲しいなぁ。え、今回の武器出てかな、来なかったってことですか、これ。ですね。ちょっと、星4すらほぼ出ねえと。今回の武器出てないじゃないですか。だね。ちょっと、うん、ちょっと今回の武器出てないっすよ。ってことは今回の武器出てないっすな。出てない、今回の武器出てないっすな。一切。これ何、チャグマさんね、この子今回チャグマの、あの剣士の子の今回引いたあのポニーテールの女の子。テニスラケットみたいな、はい、そうそう、テニスなんですよ。よくお気づきで。あとはいつまで出したの。ですね、最初にガチャが始まって、あの星5が出るかもよっていう時のイベントの時に、まあ1回や2回引いても怒らんねえだろうと思って引いたらね、なんかいっぱい出てね、星4が。ちゃっかりやってるよこの人。でもね、見てください、ダブルセーバーね、ないの、うん、クロスセーバーね。あ、クロスセーバー見てください、クロスセーバーないんですよ、うん、ほらないんですよ、うん、ありますよ、魚のやつ。これはあのチャグマ学園の、前回のチャグマ学園の。ああ、今回のがない。今回のがない、前回のっていうか本当にあのイベントのもらえるやつ。ああ、なるほどね。今回のイベントはこっちじゃないですか。そうですな、はい。あ、じゃあガチャじゃないってこと。ガチャじゃないっす。あの、では出たことないの。ダブルス、あ、クロスセーバー、クロスセーバーは、もう一回言ったら大山ちゃんに殴られるクロスセーバーはガチャで出たことはないです。なるほど。まあでも今回なんかいっぱいね、星4が溜まったから、うん、これで交換できるっちゃ交換できるんでね。なるほどね、うん、まあ何を交換するかはまあ後で決めますんで、うん、はい、うん、以上ですかね。じゃあ今回は一番当たりを引いたっていうのは、これは誰ですか。大家さんじゃないの。あ、でも一緒か。一応全員 3体ずつ3キャラずつ、あのダブリとかも含めても。まあそうだね。じゃあま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 あ、まあ、みんな同等感じだよね。でもキャラは当たりですな。そうだね、そうですね。割と今引くが吉っていう感じでしょ。あれ結局全員22連で。そうだそうだね、そうだ、22連だね。22連で武器が60。うん、あー、なるほど。キャラも22連引いて1人3体出てると。そうだね、これいいでしょ、確率的にね、うん、あ、この子ですな、メアちゃん。あ、メアちゃん、テニスの、テニスの子。まあいいんじゃないの、うん、まあこの子引いたからこの子をね育てるのもありですね、僕。うんうんうん、はいはいはい。ということは今回は以上ですかね。はい、はい、ということで、GM チャンネルではほぼ毎日17時から動画を配信しておりますので、はい、よかったら見てください。はい、はい、では本日はここまでとなります。ありがとうございました。ありがとうございました。 GM コイン